の子たちはペット？よしよし、かわいいね。誰がペットだ？わー、怒るともっとかわいい。俺はクー様だ。おふん、オイラはポンポンだ。ところで、お前たちに謝らなくちゃ。俺たちはエスタバニアへ行く道を探してただけだ。出口を教えてくれ。ふん、オイラが森から出られる道を教えてあげるよ。代わりに一つだけ頼みを聞いてくれないか。こんなところに置いておいたら危ないからね。なんだ。私がやる。おい、よく考えた方がいいぜ。間違いなく持って逃げちまうぜ。もしかしてお姉さんのこと信じられないの？そうなの？一瞬背筋がそっとしたよ。ねえ、卵をお願いしてもいい？なんだ？シシ。あー、超かわいい。よっと。目次、大変だ。この辺りの森がどんどんおかしくなっているみたい。ほうほう、森が恐怖に震えておる。一体何が起きているのやら。面白そうな子らを連れてきよったな。そこの小さき者は前に見たことがあるような。それから二つの魂を持った子たち。一体何を言ってるんだ、このじいさんは。ちょっと変わってるけど、いい人たちだよ。この人たちがオイラを助けてくれたんだ。ほほう、本にすまんの。わしも何かお返しをせねば。そうじゃ、これがよいかの。さあ、行くぞい。ほほ、それじゃあ行ってみるかの。こいつ、誰が自分を助けてくれたか分かってるみたいだな。ほほ、イマージェンじゃ。私は？私には何かくれないの？ふっ、じいさんもお前の不純な動機を見透かしてるぜ。それじゃあ、クー、私はクーが欲しい。思い通りになると思うなよ。気になって仕方がない顔してんな。よし、
このクー様が丁寧に説明してやろう。こいつは心の戦士イマージェンだ。汚染される前の森の心から生まれたんだ。こいつは今感謝の気持ちを抱いている。ゆっくり説明してやるから、耳の穴かっぽじってよーく聞けよ。意外な仲間ができたな。仲間って私？クロエのこと？な、何バカなこと言ってんだ。イマージェンの話だ。イマージェン。あ、あれって、うわー、大変な魔物たちだ。汚染された森から追いかけてきたみてえだな。ちょうどいい。エスタバニア？あ、私そこへの行き方知ってる。俺たちが？お前と？なんで？断る。悪い子ではないようじゃが。オイラもクロエが悪い人には見えないな。くぅ、俺だけ悪者になったみたいじゃねえか。どうして誰も気づかねえんだ。そんなこと言っちゃって、クーをテリアさんなの。さ、それじゃ出発。早く行こうよ。お？ふっくらな可愛いお尻。バイテイ、何すんだよ。わあ、おお。クー、ギュッてしてもいい？ダメ。あいひー、捕まってたまるか。よし、もう俺たちは一緒に行動する必要ないよな。
クーったら恥ずかしがり屋さんなんだから、クロエと離れるのが寂しくてわざと冷たくしてるんでしょう。その心配なら無用だ。今までで一番素直な気持ちで喋ってるんだからな。わかるわかるよ、お姉さんよーくわかる。また会おうね、バイバイ。クーもね。やっとどっか行ってくれたな。あんな人間は初めてだ。